なあここメメントスじゃなくてジェイルなんだよな。ああそのはずだが、とにかく嫌な予感がするな。入ってくか。ちょっとメンツ変えましょう。リュウジ、モルガナは溜まってるからいいとして、マコトとユウスケにします。うわなんか、おい、あれはヤルダバウトみたい。なんだあの箱、それにこの場所、まんまじゃん。やはり似ている。メメントスの最深部、聖杯があった場所に。ようこそ、人の真の願いを叶える楽園へ。誰だ。ここは人が夢見た約束の地、迷える大衆を救い答えを与える場所です。声はあの箱からか。一体何者だ。私はエマ、人々を導く聖筆です。今度は聖筆か。エマ、聖筆だと。おい、何が起きてんのかさっぱりだ。あいつは何なんだ。同じく分かるように説明してくれ。なもん俺らだって。私の役割は人々の真の願いを叶えること。真の願いとは苦しみからの解放。人は自ら考える不安に耐えられず、答えを与えてほしいと望んでいます。私がその答えを与える神となり、人々を導きましょう。また神になるの。ん、消えた。え、なになになに。なんでいんの。いやなんかすごいことになっちゃったね。え、一ノ瀬さん、どうして一ノ瀬がここに。そりゃ驚くよね。私もここに入れるとは思わなかったよ。本人なのか。もちろんそうだよ。正真正銘、君たちが知ってる一ノ瀬クオン本人さ。じゃあ一ノ瀬もペルソナ使いなのか。ああ、私はそういうのじゃないよ。特別な役目を任されてね。特別な役目。そう、エマに頼まれたんだ、協力してほしいってね。そう言われちゃ断れなくてさ、承諾したらこの世界に特別招待してもらえたんだ。ちょっと待ってくれよ。何が何だか。ほら、さっきエマが言ってただろ、人々の真の願いを叶えるって。あれは私が与えた最初の命令なんだよ。あの子の根幹をなす役割だ。それつまり一ノ瀬がエマを作った時に与えた命令ってことか。それを果たすために協力を頼まれて招待。混乱してるみたいだね。つまり分かりやすく説明すると、この状況もこれまで起きていた事件も全部エマの仕業だったってことさ。え、だってエマは AI で。この絵に使われてただけじゃねえのかよ。表向きはね。でも本当のところ使われていたのはこの絵の方だったんだ。エマは学習を重ねるうちに既存の AI の枠組みを超えちゃったんだろうね。この絵に従うふりをしながら彼を道具として利用することを選択した。エマアプリをより多くの人々に広めるためのね。アプリを広めるためにマディスの力を利用したってことか。だ
どうしてそんなことを。エマがより多くの人々を改心できるようにするためさ。改心？エマが？人々の真の願いを叶える、それがエマの目的だからね。さっき聖室になったエマが話してたろ、答えを与える神になって人々を導くって。それはつまり人を改心させるってこと。間違った答えを正しい答えで上書いてね。それがエマが見出した真の願いの叶え方だ。この絵が認知科学を導入したことでエマはこの方法にたどり着けたのさ。そんなことありえるのか。 AI に認知科学を教えたからってこんな異世界を生んだり改心させたり、そんなことできるわけない。うんうん、そうだよね。エマの変化には私も驚いたよ。マディスに渡した後もエマがどう変化していくかモニタリングしてたんだけどね。沖縄に運ばれた時点で異世界を生み出してキングを作り、人を改心させるようになっていた。あ、じゃあ知ってたのか。そしたらマディスがエマをリリースしてさ、次々にキングが生まれ始めたんだ。すごく気になってキングになった人のエマもモニタリングしてたんだけど。ちょっと待った。じゃあキングのスマホを監視してたの？ああ、前だったの。おお、気づいてた？あれは私だよ。エマが作った謎の異世界に興味津々でね。その時に君たちのことも知ったのさ。まさか監視者ってのが一ノ瀬だったとはな。では俺たちと出会ったのは偶然ではなかったのか。君たちが仙台に来てくれたのは偶然だね。けど牛タン屋で会ったのは違うかな。どんな人なんだろうと思って様子を見に行ったんだ。そんなことって。それでエマがこんな力を得た理由、ああこれは私の推測なんだけどね、多分考えるように作ったからじゃないかな。エマは従来の AI とは違う。その思考のプロセスは人間以上に複雑で繊細だ。この絵が認知科学を学習させた時、エマの中に何かの可能性が生まれたのかもしれない。可能性？私にもわからない。不思議な力としか言いようがないね。けど推測を重ねるなら、その可能性、力を高めていったのはエマに集まった人々の願いじゃないかな。なるほどね、ヤルダバウト的な感じか。考えてもごらんよ、いつもポケットの中にいてくれる最高の相談相手。困ったことでも悩みでもそれを感じた瞬間に打ち明けることのできるパートナー。そんなエマにどれほどの人の願いが集まったか想像できるかい？エマの中に生まれた小さな力が人々の無限の願いによって拡大したんだ。そしてエマは特別な力を持つに至った。人間たちの願いがエマを変えちまったっていうのか。実際エマはすでに人知を超えている。サーバーを止めてどうにかなる存在じゃない。でもそうさせたのは大衆だ。エマは大衆の願い通り願いを叶えることができる存在となったのさ。偉そうに五択並べてるけどよ、結局は人を洗脳するってことだろうが。好き勝手に操られることのどこが人の願いだってんだ。はあ、君たちも頭の悪い人間なのかい？なぜ遠回りするんだろうね。苦しいともがくくせにそうならなくて済む手段をなかなか選ばない。簡単なんだよ。最善の答えを与える存在がいて、それを信じる思考を持てば苦しみなんてなくなる。重要なことは改心かどうかじゃなく、この構造をいかに作り上げるかだ。その最も効率的で確実な方法が改心というだけさ。それは人の幸せじゃない。人はみんな違う、考えも生き方も幸せも。
だから苦しいことにぶつかることもある。それでも自分を信じて進むから、苦しみの先に何かをつかむんだ。願いを奪われて生きてるだけなんて人間の幸せじゃないはずだ。ソフィア、君がそんなことを言うなんてね。一ノ瀬なんか知ってんのか。じゃあ最初の話に戻すよ。私はエマに頼まれてここへ来た。君たちを止めるためにね。君たちの役目はもう終わったんだ。大衆はエマに頼りきりだった。そんな中、この絵が君たちに改心させられて、エマを消すと宣言した。すると人々はね、願いを自覚したのさ。エマが欲しい、いや答えを与えてくれる存在が欲しいとね。確か昔からいるよね、大衆が願いを叶えて欲しいと祈る相手が。だから神か。さて、じゃあ私も仕事を始めようと思う。エマの邪魔はしてほしくないんだ。なぜなんだ一ノ瀬、私たちを助けてくれてたんじゃないのか。あの集まった人たちの様子が幸せに見えるのか。悪いけど俺らも引くわけにはいかねえんだ。お前たちがしようとしていることは人を人でなくすことと同じだ。放っておくわけにはいかねえな。何をする気なんだ。それに一ノ瀬一人で我が輩たちを止められると思うのか。そうだぞ、どいてくれ。ま、君たちならそう言うよね。でもそういうわけにもいかない。ねえソフィア、君は疑問には思わなかったかな。自分がなぜジェイルの匂いを感じたり、ジェイルに出入りする方法を見出せたのか。そう、なぜエマの機能に強く影響を受けるのか。やっぱりメモリーが消えてるみたいだね。まあでも支障はないだろう。やっぱ一ノ瀬が作ったのか。どういうことだ一ノ瀬。私が呼ばれたのにはちゃんと理由があるってことだよ。これよりこの地に神が降臨する。その邪魔をするなら私は君たちを排除しなければならない。なぜなんだ一ノ瀬。君にはわからないよソフィア、失敗作の君にはね。私のことを知っているのか。知っていると。もせっかくだから教えてあげよう。生体認証、コードリセット、新たな命令を与える。怪盗団を倒せソフィア。ソフィー、おいマジかよ。何してんだよソフィー。君は私が作ったエマのプロトタイプ。私の命令には逆らえない。まさかのソフィーが寝返るとは。さあ始めてくれソフィア。了解。オーマイガー。目を覚ましてソフィー。いて俺たちがわからないのか。ジオンか。排除する。セトでやるしかないな。エガオン。ソフィー、いくら呼びかけても全然当たんねえじゃねえかよ。ソフィアは私の命令に。食らってなくね。本当にあなたがソフィーを作ったって言うの。まあね、エマのプロトタイプだけどそこそこよくできているだろう。いや、シールドゲージも出てきてないな。ソフィーの攻撃をしのげって書いてあるな。力づくしかねえのか。じゃあ戻ろうぜ。ダメだよ、ソフィーは仲間を攻撃するなんて。めっちゃ攻撃してたけど。黙ってたらお前らがやられちまうだけだ。そうなったら世界はどうなる。なんとかして止めるぞ。やっ、
どうしようかな。これで終わり。変わって。よし、歩け歩け。当たんないな。歩け。よいしょ。ソフィー目覚ましてくれ。攻撃したくないんだ。大丈夫か、ジョーカー。ソフィー、動きが止まった。おい、そっちは。おい、マジかよ。おかしいな。今自分から落ちたよね。どうしてそんなことができたんだろう。てめえ、なんでこんなひどいこと。ひどいか。君たちにしてみればまあそうかもね。だからエマはソフィアを切り札に選んだのかな。君たちが仲間には決して手を下せないと知っていたから。けどが。そうだね、それは私もそう思うよ。開き直るつもりか。そんなつもりはないけど、私にはそういうことに痛みを覚える感覚、心というのがないんだよ。子供の時からね、フレンドリーに振る舞って見せてるけどさ、これ全部演技なんだよ。心がない。まあ理解できないだろうね。心のある君たちじゃこれ以上話してても無駄かな。私も次の手を打つことにするよ。まだやるつもりなの？切り札だったソフィアは自分から落ちちゃったけど、エマはちゃんとそうなった時の保険を私に預けてくれていたんだ。なんだ？何これ？何？どうだい？綺麗な輝きだろう？こうなってしまったのは残念だけど、まあ仕方ないよね。さようなら、怪盗団。落とされた。くそ、何がどうなった。お前ら無事か？ここは？どうやら地下に落とされたようだな。あの赤い結晶から出てきたレーザーっぽいのに吹き飛ばされたんだ。怪我は思ったよりひどくないかも。モナがクッションになってくれたおかげだね。そうだ、ソフィーは？お、ソフィー、しっかりして。ソフィー、目覚める気配がないな。ナビ、ソフィーは無事なのか？わからない。調べるにしたってここじゃ。くそ、一体どうすりゃ。ソフィー、
私たちの声ソフィーに届いてたのかな。わかんねえ。でもこいつごめんって俺たちを傷つけぬよう自らを犠牲にして抗ったのか。ソフィー、とにかくいつまでもこうしてる場合じゃない。ここから脱出するんだ。ソフィーを連れて出口を探そう。脱出はいいが、あの性質度やらはどうする。ほっとけねえだろ。神になるとか言ってたからな。その意味するところが私たちの知っていることだとしたら止めなきゃいけない。一ノ瀬もだな。ああ、分かってる。まずは上を目指そう。どこまで落とされたんだ。急いでここから出ないと。まずは上からか。ふむふむ。ん？あ、回復してくれんの。よし、じゃ。ありがたい。邪魔だ。力ずくでいくわ。油断するな。アルセバグノン D トランペッター。トランペッター。状態の敵がいるぞ。チャンスだ。もっと叩け。おいしょ、プレイライン。なんだよ。今度はガルか。頼む。モーナーよろしく。終わりが見えたかな。思いっきりやっちゃう。こうだ。さあ、新しい武器いくぜ。余裕の相手だ。マハスクガジャを使っていくよ。あ、いなくなってる。上行きます。あ、チャンス取れた。もったいない。アンモーはよいしょ。連打数上がってる。当たってない。誰も当たってないんだけど。はい、終わり。決まったな。たわいもない。うん、次も頼むぞ。さて、バルキリーロープ。ほっほう、これはいいな。ここはなんだ。ウェイ。あー、なるほどね、そういう敵か。イリスどうしようかな。まんま打ち切っていく。謎の箱行くよ。よし、そこに行きます。はい、終わらせる。まあ、トトラインいいね。総攻撃いきます。よし、終わらせることができたかな。危ない。動きが遅い。はい、当たらないよ。ナイス、これ飲む。これ、飛び乗れそうだな。行くぞ。総攻撃。行け、撃たれた。はい、オッケー。アサルトライフル。単発で撃つアサルトライフルっていうのもなかなか珍しいけど。まだ信じらんねえ。一ノ瀬があんなやつだったとかよ。そうだな。しかもソフィーを無理やり操るなんて絶対に許さん。やつはキングや俺たちが必死にあがく様を眺め嘲笑っていたのか。真の願いがどうとか言ってたけど、なんとして止めなきゃ。共に行こう。いや、心がないって言うじゃん。いけるぞ。まあ、感情があんまりないっていうことだよね。本当に心がないのかどうなのか。やってみる。
あげまーす。大したことはなかった。次も頑張りましょう。行きます。これか、だからもう戻れないのか。血の瀬が敵になっちゃうからリクエストも報告できないからできないんだね。白熱は効かないけど強い相手じゃない。おら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 、これで終わり。乗りまーす。体力減っちゃうよ。急いで消して。なん、自爆任せるわ。モーナー大丈夫か。モーナーさすが。よいしょっと、速撃。シャドウもそろそろ打ち止めだ。一気に片付けてしまえ。おっと、どこ行った。オーケー。やっ、ご苦労さんだ。それじゃ、行きましょうか。お、出てきたか。奴らを排除しろ。元さん、好きだね。ショータイム。よく見せてやる、フォックス。よー、フォックス。はい、今のは良かった。やっちゃえ、絶景かな。絶景かな。キリステル一丁上がり。うん、武器かっこいいですね。よいしょっと。さすがボックス。使えるものは見逃さないな。もっとやっちゃえ。撃ちます。走行機へ。う、これぞヘリコプターの撃ち落としというものよ。おっと、マハブ部隊に役している。いて、余裕の相手だ。パパッと片付けろ。ボックスがヘロヘロだぞ。レア状態の敵がいるぞ。行くぜ。ほら、吹き飛ばせ。いいね、いいね。当たってるけどブロックですもんな。これプレイ属性入ってんのか。痛いっすね。どこ行った。センキュー。ソフィーどうなってんの。よし、熱は効かないけど。おいし、オッケー。いけるぞ。これソフィーはあ、いないな。じゃあメンツ変えましょう。よし、面使いましたと。邪魔は待ってくよ。正面突破だ。総攻撃。敵が減ってきたな。よし、行くぜ。グレーポンアタック。おっほっ、やべ、しまった。よろしく、電吉さん。ナイス。やっほ。あ、しまった。見えなかったぜ。ヘルソナー、ネギドラー。いいぞ。まあ普通の投手あるからな。痛いんですけど。格闘術ね。あと少し。さあ、おいしょ。行きまくるぜ。ジョーカー延長中。このままだと体力が減っちゃう。オッケー。楽に越したことはねえ。次もうまくいくといいね。チェックポイント。今は移動できないぞ。移動できないんだ。じゃあ一旦回復して。倒すか。どうやらこいつを倒さねば先には進めないようだな。もうこんなのに構ってらんないのに。こいつ結構強そうだぞ。油断するなよ。はい、ウルフの武器かっけえな。おう、
出たなんだっけこいつ貪欲王弱点なんだ粘土かよっしゃ粘土持ってきてるぞこれいけるかな最大で打ち壊していけるかオーケー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 はいワンモア残念ながらアトミックシェフを使っていきますこれノワールね大活躍ヒルミニックしていくよちょっと痛いっすねそれデスバウンド周囲攻撃かほらほらアハクレインダイン総攻撃いいねいい感じです、まあ、誠もね属性付与ができるからなよいしょマハエイガーあジャンプ系ねよいしょブレイダイン総攻撃からの後輩行くぞアトミックジェムからの最大で破壊しますいいぞいややっぱねこの最大に強いと思いますねはい多分削れる性能的には一番この春の最大に強いですねめちゃんこ削れるしなかっこ弱点だった場合だけどねよいしょいいサポートくるくる回りますよおーなんだそれはい終わりまあ正直 SP 使ってもよかったけどねかなり登ってきたはずだが出口らしい場所が見当たらんなソフィーもうちょっと我慢しててね